ニケニョンショープダポンヨンメンタジャハーボシーショニガジュデビュースターライトジョンシエンアイチェンフォーアレンタショーシャンバイバイ。2022年ももうすぐ終わりが近づいてまいりました。今年はオーケストラコンサートで皆様にお会いできたり、中東部ちゃんの舞台に私は出演させていただいたりだとか、皆様にお会いする機会があってすごく幸せな1年でした。ですが来年はもっともっと皆様にお会いすべく、クク組一同皆さんで頑張っていきたいと思います。来年はもうすでにねオーケストラコンサートの再演だったりとか、あとは2月新作舞台も控えてますので、みんなで健康に頑張りますので、皆さんも風邪ひかずに一緒に会いましょうね。待ってますよ。それでは2023年も少女歌劇のビュースターライトとポニーキャニオンショップをよろしくお願いします。またお会いしましょう。小山桃代でした。ハッピーホリデーズ。